はい、改めまして、はじめまして、シンメトリーディメンションズの沼倉です。よろしくお願いいたします。本日は皆さんのお話を聞けるのが一番楽しくて、ちょっと参加してたんですけど、基調講演ということで、時間の方をちょっといただきまして、ありがとうございます。今日はですね、私の方のお話は、地理空間情報、これからもっとさらに楽しいぞっていうお話をしようと思ってます。はい。で、シンメトリーディメンションズインクは、先ほどちょっと紹介いただいたんですけど、2014年からスタートしてまして、デジタルツインという分野は、その後、2018年からスタートしてます。なので、デジタルツインはまだ4年ぐらいになります。で、我々が今、手掛けてるデジタルツインというのは、都市のデジタルツイン。デジタルツインっていろんな使い方、製造業とかでも使ってるんですけど、我々はこの都市のいろんなデータを集めて、で、今都市に何が起きてるのか。で、その、問題を見つけて、どう解決するのか。で、最終的には、そのアクションを、現場に返すところまで。これを含めて、デジタルツインだと考えています。で、デジタルツイン、Google なんかで、検索いただくと、シンガポールの例が多分一番最初に出てくるかと思います。で、シンガポールは、この都市のデータを、大きく取得したっていう例だと、やはり、一番最初、2014年になってまして、で、大体大きさとしては、東京23区と同じぐらいの広さなので、そんなにこう巨大な都市ではないんですけど、この街並みをですね、すべて 3D の都市モデルにして、大体700平方キロの 3D の都市モデルを作って、これは CTGML と LandXML で作成されて、当時で800万シンガポールドルなので、今ちょっとまた為替随分変わっちゃいましたけど、大体7億円弱ぐらいで、このレーザースキャンとかを使って、3D モデルで、この全部をデータ化しました。で、こちらを使ってですね、様々な使い方、現在も、このデータの、使い方というのはいろいろ、進んでるんですけど、当時、まず、学生たちですとかが持ってるスマートフォンの GPS の情報と組み合わせて、登下校のルートを、どこを、普段学生たちがよく使ってて、で、もし災害とか発生した際にどこから避難指示を出すべきかの、事前のシミュレーションであったりですとか、あとは、ビルの、3D モデルを使って、ビルの屋上に、ソーラーパネル等を設置したときに、全体でどれぐらいのエネルギー量が、ここから生み出せるのかというような、こういうエネルギーの出力を、算出したりですとか、こういった、取り組みを一番最初に行って、で、これが、グローバルで非常に、注目を集めた事例になりました。で、現在は、この 3D 都市モデルですとか、こういうデジタルツインという、言い方をして、この街の様々なデータを取り扱っている国や都市、非常に多くあります。で、こちら、韓国の S マップという例なんですけど、ここではですね、都市の中に、こちらの、S マップの S ドットという、ソウルドットというものを、市内に1100カ所以上、取り付けて、で、2分ごとに、17種類のデータを取ってます。これ、街の中のノイズであったりですとか、あとは照度、あとは、超微粒子、どうですとか、こういったものを、湿度とかも合わせて、取って、で、2分ごとに更新をして、先ほどの、S マップに、反映されてます。なので、完全なリアルタイムではないんですけど、ほぼリアルタイムの情報として、先ほどのブラウザ上の、S マップ上で、これらのデータを見ることができるようになってます。で、このデータ見てみると非常にわかりやすいんですけど、都心部の、温度っていうのが、周辺の、郊外の温度よりだいたい1度から3度ぐらい高いんですけど、これまさにヒートアイランド現象っていう、中心地の、排熱で温度が上がるっていうのが、非常にわかりやすく見れるんですね。なので、デジタルツインの、一番のパワーというのは、こういった街が今どうなってるのか、で、これをどなたでも、素人の方でも、プロフェッショナルの方でも、これを簡単に見ていただくっていう、こういったところがデジタルツインのまず一番基本的な、持ってるパワーかなと考えています。で、こちらはですね、オランダ。で、オランダも2009年からスマートシティというものをまず、進めてまして、で、ここでは、CO2 の排出量の削減とエネルギーの消費をいかに抑えるかというところで、このデジタルツインの、使用というのをどんどん進めてます。で、こちらでも、オープンデータの公開というのを非常に積極的に進めてまして、人口であったりですとか、あとは経済指標であったり、エネルギーの風力タービンから生み出されるエネルギー値、
こういったものをこの中に反映をして、で、これを企業さんとかが参照できるようになってたりします。こちらは、ドイツですね。ドイツのバーチャルシティシステム社というものがやってるものなんですけど、ここでは、ヨーロッパ独特といいますか、街の中で、パレードとかデモとかが、起きた際に、どこが、警備をしている最中に見づらいか、または、どこに警備員を配置するかみたいな、こういう 3D データを組み合わせて、こういった警備のシミュレーションであったり、あとは街の中の騒音等をここで取得して、で、これを HRTF という立体音響等を使って、街の中での騒音等の再現ですとか、あとそれの対策ですね、こういった使用方法なんかがここでは進んでいます。この辺ちょっとヨーロッパ独特な、使われ方かなと思います。あと、こちらも、ドイツの、ヘルシンキなんですけど、ここではですね、先ほどのデータを可視化するというだけではなくて、このデータをよりストーリー的な、ストーリーテリングという形で、一般の都市の方、住民の方とかに分かりやすく、これから都市がどういうふうに、開発されていくのか、で、この開発を行うことによって、皆さんの QOL がどう、向上していくのかみたいな、こういう、合意形成をするためのストーリーテリング的な使われ方というのもデジタルツイン最近非常に増えてきています。で、こちらボストンもですね、通常の災害のハザードマップ等のマッピングだけではなくて、こういうストーリーテリング的な、今ボストンなんかでは、15ミニッツシティといって、15分以内に、学校であったり、住居であったり、こういったものを、全部置いて、で、コンパクトな、街を作る。で、ハイウェイ等もどんどん作り変えるっていうような、これはバイデン政権の方で、今、インフラ再整備法案というのが昨年可決されて、2027年までに今、1兆4千億ドル。なので、だいたい100、今だと、どんなもんですかね、150、60億円ぐらいになってるんですけど、こういったものを使って、1300都市以上が、で、今こういう再開発をしてる。で、それを行うための、都市計画で、こういったデジタルツインの活用というのが、これからどんどん進んでいきます。で、日本も、同じようにですね、これやっぱり進んでまして、昨年から、国土交通省さん、プロジェクトプラトーというものを公開されました。公開されて非常に話題になっているんですが、ここではですね、昨年54都市の、都市モデルが公開されまして、今年も60都市以上の都市モデル。で、全体合わせると50以上の、官民合わせた様々な、このデータを使った新しいユースケースの実証であったり、ビジネスを創出するためのプロジェクトというのが、今、走っています。ですので、日本もですね、このデジタルツインスマートシティを実現するための、基盤になるデータ、これの公開がようやく昨年から一気に動き出したという状況になっています。で、東京都もですね、昨年から東京都デジタルツイン実現プロジェクトというものを公開しまして、で、ここでも先ほどのプロジェクトフラトーの都市データと、あとは東京都が独自に取った東京都の中のデータ、これをオープンデータとしての公開がスタートしています。で、本年度は、東京都全域の、3次元の天群データの取得も今行っているので、これも、来年、おそらく5、6月ぐらいから、オープンデータとして公開がスタートします。なので、こういったデータを使って、皆さんが新しいビジネスだったり、新しい課題の解決であったり、こういったところに、使える環境というのを、国や自治体も今どんどん後押ししているという、状況です。で、東京都さんもですね、今年度、この社会実装、2030年までにこのデジタルツインをもう実現するぞというので、今、スタートしてまして、今年度も、衛星の、データを使った実証実験であったり、埋没庫のデータを中に入れて、で、実証実験を行ったり、あとは東京都データプラットフォームというところでは、このデータをいかに皆さんが使いやすくするかっていうような、こういったところの、検討であったり、あとはガイドライン策定。こういったものが今どんどん進んでいる状況です。で、都市のデジタルツインの課題って、どういうものかと言いますと、いろいろそのデータの連携であったりですとか、様々な課題はあるんですけども、その一つです。一つに、この都市のデータをいかにこう更新の頻度を高めて、なるべくこう鮮度のいいデータを集めて、で、それを低コストで作るかっていうのは、この都市のデジタルツイン結構課題になっています。さっきのプロジェクトプラトーのデータも、初年度は国土交通省さんの方が、これ、作られて公開されてるんですけど、
次回の更新から各自治体さんとかで更新するんですね。なので、じゃあ自治体の方でいかにこれを低コストで作っていくのかっていうのは、これ大きな課題になっています。で、昨年度はですね、東京都デジタル税実現プロジェクトの実証の中で、この問題を解決するものとして、スマートフォンを使って、これをアップデートできないかっていうような実証実験、弊社の方で参加して、行ったりしました。で、ここでは、このスマートフォン、最近iPhone なんかですと、ライダーが、つき始めました。で、このライダーを使って、皆さんが取ったデータを少しずつ集めて、で、このデータで街のデータを更新できないか。で、これによってコストを下げて鮮度を上げるっていうような、こういった取り組みを昨年行ってます。これ、東京都さんの、デジタルツイン実現プロジェクトの中でも、テリアを見て、使って、これ見られるので、ぜひちょっと見ていただければと思います。最近、こういった、ライダーのカジュアル化、非常に進んでまして、この天群とか好きな我々だと、実質 iPhone0 円だねなんていう言い方もしてますけど、もうこれはもうスキャナーとしてもう使うみたいな、こんな感じで、20万円、何それみたいな感じで皆さん買ってるんですけど、これをですね、有効活用できないかなっていうのが、ここでやったことです。で、こちら、今年度も引き続き、こちらの開発の方どんどん進めてまして、で、このスマートフォンのライダーを使って、皆さんで取ったデータをいかに集めて更新するか。で、これもどうやるかって考えただけで、本当頭痛いぐらいめんどくさいんですけど、で、まずなるべくこれを楽するために、我々、この皆さんが取ったデータからノイズを取ったり、あとはそのデータの位置を合わせて頂上したりする部分で、AI を活用してます。で、こちらどういうふうな活用してるかというと、まず、AI に、このデータを学習させていくんですけど、AI の課題っていうのもあって、これはその学習させるためのデータをいかに揃えるかっていうのが一番めんどくさい部分なんですけど、まず、我々シティジェネレーターというものをソフトウェアを作って、で、この中で都市の景観を自動生成するものをちょっと作ってます。で、ここでは信号機とか道路の標識だとか、あとは看板とか、こういったものを自動的にこの中で生成をして、で、樹木であったり、いろんなオブジェクトをインスタンス化して、で、街を作れるようになっています。で、例えば、マンションですとか、自宅の周囲の、フェンスだったり、あとは、都市だと、駐車車両なんかも止まってたりするんですけど、こういったものを自動でこの中にバーッと生成して、で、この中で点群まず取っています。で、この地下鉄の入り口であったり、バスターミナルだったり、看板とか、あと、ゴミとか、いろんなもの都市の中ってあるんですね。で、こういうのをこの中で、生成できるようにして、で、これをもとに、街を作っています。で、さらに、街の中の場所によって、ビジネス街なのか住宅街によっても、特徴が変わってくるので、こういったものを、設定して、で、その場所に合わせたものを、生成するっていうような、こういったものの開発も進めています。で、特に建物、地物に関してはですね、地物独特の、形状とかがあるので、こういったものを、正確にセマンティックセグメンテーションできるために、このビルディングのためのエクステンションなんかも設定をして、で、この中で、生成の方を行ったりしています。あと、生活してる方とか、動いてる車とか、こういったものも街の中で撮ってるときに、これをいかに、ノイズを除去するか。で、それを、が何なのか、ノイズなのか、どのノイズなのか。こういったものも正確に判別できるように、この中で、ゲームと同じように、人の、経路の探索の、アルゴリズム等も入れて、常時ですね、大体160から200台ぐらいの粉が自由に歩き回ってて、で、車とか自転車乗ってる人とかもいるような形で、生活と、普段の都市の生活をそのまま再現できるような、こんなことをこの中で再現しています。で、これで、作られたこのシティジェネレーターの街。で、この街の中にですね、すみません、飛ばしちゃいました。この街の中にこれを持った人を置いて、で、バーッと、天群を取りまくって、というのが、ここでやってることです。で、ここで点群取りまくって、この点群を、深層学習用の、教師データとして使っています。で、こちらがですね、左がこの作られた都市で、右側がその中で、撮影した点群なんですけど、この点群も、今後の活用を考えて、スマートフォンのライダーで撮った点群であったり、車両の MMS で、撮った点群であったり、あとはドローンで、空撮されるような点群、こういったものを同時生成できるように、開発の方を今行ってます。
で、これで取られたデータを使って、ニューラルネットワークの構築を行っています。で、そうすると、非常に高精度のセマンティックセグメンテーションが実現できて、先ほどのものが、可能になっていくっていうような、こんなことをやったりしています。で、我々こういった、都市のデジタルツインを実現するための技術、天群の、部分であったり、データをいかに、連携させていくのか、こういったことを行っている、スタートアップなんですけども、都市のデジタルツインやっぱりいろんなデータ、設計のデータ、3D CAD も、会社さんによって、レビットもあれば、スケッチアップもあれば、アーキキャドもあれば、ライノセラスもあればみたいな、こんなものであったり、あとは人流データや環境データ、こういったものも、デバイスであったり、会社さんによって持ってる属性、あと、フォーマット、こういったものがもうバラバラです。なので、これをいかにこう連携していくのか。で、これを連携することで、実現するのが都市の、デジタルツイン。で、この連携したものを使って、お互いのですね、データの価値というのをどんどん引き上げていって、で、新しいサービスであったり、新しいイノベーションを生み出していくというのが、このデジタルツインの価値かと思っています。なので、従来は、各社さん、天群データとかもそうなんですけど、自社のデータってあまり外に出すっていうことはなかったかと思うんですけど、こういうデータを取得するっていう、取得して価値を出すみたいな、こういうものから、このデジタルツインの時代になると、いかにデータを相互連携していくのか。で、相互連携することによって、データの価値を何倍にも高めていくっていうような、こういった使われ方が、これから、主流になっていくであろうと思います。なので、秘匿はやめて、今後は、どんどん相互連携できるようにしていきましょうねというのが、今の流れです。で、この辺は、今のデジタルツインにつながる、スーパーシティ構想なんかも、一番最初から、唱えてるんですけど、このスーパーシティ構想っていうのは、こういういろんなデータを連携できるようにして、都市の問題を解決したり、都市のサービスを民間から生み出すっていうような、こういったものが、今の、デジタルツインにつながっています。なので、こういうデータを相互、連携を高めて、運用性を高めていくような、これを、データの民主化と、我々考えてるんですけど、このデータの民主化によって、起きる、新たな市場というのが、これからのこの地理空間情報であったり、我々が今行っているデジタルツイン、または最近だとメタバースって言葉も出てきてますけど、これの、市場になるであろうと思います。で、これを推し進めるためにですね、国交省の方でも、プロジェクトプラト、来年は、令和5年度はですね、実証から実装へっていうのを今コンセプトに挙げてまして、単なる実証だけではなくて、実際にサービス、または、それを使った、課題解決を、恒常的に行えるようにしていくというのが、来年度のコンセプトになっています。こちら、民間の方からもですね、いろんなアイディア等を募集しているので、こんなことやりたいっていう方あったら、ぜひ、国交省さんの方にご連絡をいただけると、まだ間に合うんじゃないかなと思います。なので、ぜひ、参加いただければと思います。あと、東京都さんもですね、今、ヘロ、スマート東京っていうような、この民間で、こういうデジタルツインやスマートシティを活用する。で、それを活用を後押しするような、施策の方をどんどん進められています。で、2021年から、こういった動きが始まったんですが、来年はですね、これ国や自治体だけではなくて、民間からも、様々な今プロジェクト出てきてます。で、こちら8月に発表されたものなんですけど、虎ノ門で、森ビルさんと、あと参加されてる、企業さん、我々も入ってるんですけど、こういった会社が、その虎ノ門の場所と、あと虎ノ門の森ビルさんが、持たれてる施設、このヒルズを使って、こういった、地理空間情報、あと、先ほどのプラトーであったり、この都市のリアルタイムの、ダイナミックな情報、こういったものを使って新しいサービスを生み出す競争環境を、作っていくっていうような、こんな動きも出てきてます。これもですね、今参加者、大々募集中なので、こんなことしてみたい。うちのデータこんな風に使いたい。または使えんじゃないか。または、データはあるけどどうやって使ったらいいかわかんない。もう全然何でも OK なんですけど、興味ある方、ぜひご連絡いただければと思います。私の方に連絡いただければ全然ご紹介しますので、ぜひご連絡ください。で、この先、こういうデジタルツインであったり、この地理空間情報、どんな風に進むのかのちょっと最後のお話で、個人的にはですね、非常に、リモートセンシング、衛星のやっぱりデータ、すごく、期待してます。
工学だったり、サーのデータを使った、スタートアップさんもどんどん今登場してきてまして、で、だいたい2025年までに、グローバルだと、超小型のサーの衛星がだいたい2300機ほど今飛ぶ予定になっています。で、このデータをですね、連携して使うことによって、衛星コンステレーションという技術を使って、地球上の、主要都市の、ほぼリアルタイムの情報をこれから24時間365日、取得できるようになっていく。で、こうなると、先ほどのデジタルツインも、過去のデータを使うだけではなくて、今すぐのデータ、または、災害等が発生した時に広域の情報をパッと一気に、取得するみたいな、こういったことが、これから可能になる。これが出てくると、デジタルツインも、また一歩、進んでいくであろうということですごく期待しています。ただ一方でですね、衛星もいろいろ問題がありまして、大きな問題のは2つあって、1つは、サーのデータとかってすごい容量大きいので、で、衛星の中で、処理しなければいけない。で、ここの部分がまだまだ、開発途上であるということと、データを地上に下ろすのに、衛星ってもうすぐ通り過ぎちゃうので、だいたい30分ぐらいしか遅れない。で、衛星って出力弱いので、そんなに大容量遅れないんですね。なので、このオンボードでどう処理するか、で、データリンクをどうするか、このあたりがこれから多分熱いジャンルになってくるだろうなと思ってます。で、この辺、NVIDIA とかも、当然、彼らは、エッジ側でこの処理をさせようとしているので、GPU を乗せた、衛星をこれから、バリバリ飛ばしていって、で、宇宙空間でのエッジ AI っていうのも、彼らもどんどんこれから進めていくんだと思います。で、もう一つですね、今年、大きな話題になったので、イメージを生成する AI、DALL-E が発表されて、すごい話題になりました。で、その後もですね、いろんなものも出てきて、で、ここ数ヶ月で、最初の生成された映像からもう見違えるような絵が出てくるようになってきました。で、私もダリ2、プレのやつに当選したので、早速いっぱい遊んでたんですけど、趣味がだいぶ入ってるので、天群とか作れるのかなとか、空撮のあれ出るのかなとか、パース出せるのかなとか、こんなことばっかりして遊んでました。で、もう本当にマニアックですけど、距離によってどういう映像変わるんだろうみたいな、200メートルのやつ、50メートルのやつとか、衛星コードだったらとか、こんなことを入れたりしてました。で、もうこれどんどん今カジュアルになってきて、もう今 LINE でもこれ作れるんですね。これさっきちょっとやったんですけど。で、ちょっと、デジタルツインの地理空間情報大好きな集団が集まった画像で入れたら、出てきたんですけど、合ってっかなっていう感じではあるんですけど、こういう形で、本当に LINE とかでもこんなものが生成できる。で、さらにですね、最近はミッドジャーニーっていうのが結構話題で、今バージョン4っていうのが出て、本当にこんなのできちゃうんだみたいなのができるようになってきたんですけども、これが出てくるとやっぱり何が問題かというと、我々、スタートアップ側はやっぱこれなんですね。地理空間情報であったりだとか、衛星画像、あとは天群とかもそうなんですけど、ここにフェイクが入ってくる、可能性というのがやっぱり非常に高くなってくる。で、特に先ほどの、高頻度低コストでデータを集めていくっていうのをこれからやる場合に、こういう課題がこれから出てくるであろうなと考えています。なので、こういったところにどう対処していくのか、データがどこから出てきて、誰が編集をして、どう管理されているかみたいな、こういったものをどういうふうに持たせていくのかみたいなものも、今後、大きな、課題になるのかなと思ってます。で、ただ一方で、先ほどの、リモートセンシングなんかが発達していくことによって、デジタルツイン、どん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 これから進化をして、今は過去に取られたデータ、これをもとに過去がどうなってたのか、またはシミュレーション等をしたりしてるんですけど、これがよりリアルタイムデータが増えていくことによって、今どうなってるのか、で、どう処理をするかみたいな、こういう形になって、さらにリアルタイムから未来をどうしていくのかっていう、プレディクションに至るっていうのが、これからデジタルツインに期待されている部分です。で、デジタルツインですね、こういう、従来からの地理空間情報と様々な XR、AI、IoT だったり 5G っていうような、こういう技術と、このデータの民主化が、これから加わることで、大きく発展していくジャンルになっていくであろうと考えています。我々こういうデータをですね、連携させていくというところで、このデータの民主化というのをビジョンに掲げているんですが、ぜひですね、皆さんの方も今後こういったデータの民主化につながるようなデータ連携、相互運用性を高めていくような部分は、ぜひご一緒できたらと思っています。はい、以上、シンメトリー沼倉でした。ありがとうございました。
はい、沼倉様、ご発表ありがとうございました。時間もないんですが、1点だけやはり質問がいくつか来ているので、1つだけ、やはり総合運用っていうのはすごく重要だろうなというところなんですが、やはりこの多額の資金をそれぞれ民間企業が投じて作っているものを、どういうふうにこの総合運用させていくのかというモチベーションを出すところが、やはり今後重要になってくるかなと思うんですが、その辺についてコメントいただければ。これはですね、まさにおっしゃられる通りで、多額の費用をかけてどこかが中心のものをやるというよりかは、やはり小さいサービス、デジタルツインも、スモールツインというような言い方も今、イギリスの方でされてるんですけど、こういういろんなその用途に合わせたサービスがいっぱい出てきて、そのサービスごとにデータをどう運用するかが必要になってくるので、まずそのデータを連携する際の流動をどういうふうに定めていくのか、この辺の精度であったりですとか、更新の頻度であったりだとか、あとは 3D 系であればクオリティであったりですとか、こういったところを民間の部分と、あとはオープンデータのところで今後、この形でやっていきましょうというような、このデータの流動を設定するようなところから、まず最初は多分スタートしなければいけないだろうなと考えてます。はい、ありがとうございます。会場からも、大きな拍手でお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。